3号艇松本洋平選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、準優勝戦は後輩と帝京となりましたね。そうですね、展開が良かったと思います。しっかりとまくり差し入っていましたか？そうですね、乗りやすさはずっとあったので、展開があればつける足にはなってたと思います。ただ準優勝戦チルとプラス0.5でいかれましたが、ちょっとスリット近辺がずっと悪かったので、まあ、ダッシュっていうのもあって、向かい風もあって、ちょっと跳ねていった方がいいかなと思って跳ねていきました。どうでしたか、話。伸びに関しては伸びることはないんですけど、周りとこれで一緒ぐらいになったかなっていう感じですね。では優勝戦向けてもちょっとチルトは上げて、とコースがコースなんで、3号艇なんで、ちょっとまだわからないですけど、まあいろいろ考えていきたいと思います。ただ、モーターの2連隊列の数字のような動きでは全然ないですよね。そうですね、16パーとかそんな感じではないと思います。そしてスタート準優勝戦コンマ1号でしたが、今節見え方はいかがでしょうか？全然分かってないし、エンジンなのかちょっと届いてないことが多いので、明日は頑張っていきたいと思います。それでは最後に優勝戦向けての意気込みをお願いします。初優勝がかかっているので、一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。